新たなる年、釣り人の熱き思いが今年も魚たちに届きますように。今回は2015年に海外のフィールドを巡ったアングラーの軌跡をたどる。色褪せることのない感動の旅。手にした魚は新年を祝うにふさわしい夢の結晶だ。夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる。夢追い人の釣りの旅。世界各地の魚と出会った2015年、幕開けは生命に満ち溢れた熱帯の海だった。中南米の極めて小さな国土に地球上に生息する動植物の 5% がひしめく尊い大地、コスタリカ。中でも水辺は特別な場所だ。密生するマングローブに育まれた数多の生き物が独自の生態系を築いている。自然の素晴らしさを世界に伝える命の宝箱でフィッシングに興じるのは、自称日本一忙しい釣り具屋の親父、村田はじめさん。世界を股にかけて活躍するマルチアングラー。数々のモンスターと名勝負を繰り広げてきた。長考初日、苦労の末ついにルースターフィッシュのバイトをものにする。 GT と全然違う。 GT がね、強い力で最高にいいんだけど、こういうのがないのよ、こういうのが。豪快なエラーライを繰り広げるそのファイトは変幻自在。噂にたがわぬ強烈な抵抗はかつてないものだった。君上げるぐらいのパワー楽に持ってるからね。このそう、やっけーだ。無情のラインブレイク。ターゲットを手にできないまま迎えた最終日、渾身の釣りで最後の戦いへ。出た。チェイス、ホッパーを追うのは、ルースター。やったやった。今シイラだと思ってた。何ですかこの魚。GT ロッドだよ。凄まじいまでのパワー、最後まで気を抜けない。スキッパーが慎重に魚を手繰り寄せ、やりー、ランディング成功。やったー。すっごい引くよね。やっぱりこのサイズであの引きはないでしょ、ね、いやよかった。締まったボディからトサカのように突き出た背びれ、光沢のある肌を縞模様が彩る。やっと出会えたターゲットは美しさとパワーを兼ね備えた完璧な魚だった。多様な自然が光り輝く南米パタゴニア。清廉なる大地を潤す水辺はまさに夢のフィールド。時を越えて流れ続ける川は浸食と堆積を繰り返しながらこの地をかたどってきた。水から生まれた奇跡の景観。そこは静寂に包まれた安息の地。
汚れなきトラウトの住みから。この地に根付くワイルドトラウトに会いたい。熱い思いを胸に幅広いジャンルに精通するアングラー辺見哲也さんが海を渡った。いるよね、パタゴニアだもんね。川も湖も驚くほど澄んでいる。パタゴニアの美しさは想像をはるかに超えていた。おお、すげえジャンプ。うわあ、バレた。うわあ、悔しい。まだ飛んでる。すげえパタゴニア、まだジャンプしてる。なんか本領発揮って感じですよ。おおおー、これでしょパタゴニア。これ走るだろう。あよいしょ。うわ、かっこいい。いやー、やりましたよ。見てください、この素晴らしい魚体。いや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 、こいつに会いにはるばるアルゼンチンパタゴニアまでやってきました。いやー、ナイスファイトでしたね。それにしてもこの魚体、銀ピカですよ。沈み木が顔を出す水面にターゲットの気配を伺う。オーストラリア、ブリスベン。レイクボルンバを舞台にした静かで熱い釣り。野趣あふれる異国の水辺にルアーをトレース、バイトの瞬間を待つ。興奮度マックスのトップゲームを体感するのは吉田優さん、アパレルのクリエイティブディレクター、ローカル FM 局のパーソナリティなど、アングラーという枠に収まらないマルチな顔を持つバサーだ。お目当てはサラトガ、熱帯魚ファン垂涎の観賞魚だが、現地では人気のゲームフィッシュ。うわ、切れた、切れたよ。超でかくない？まあ、でかかったです。強烈なバイトの洗礼を受けた初日の釣りで手強さを思い知った。その後湖は沈黙、水面が割れる気配は微塵もない。果てしない持久戦が続くかと思われたその時だった。おっしゃ、来た、乗った、おっしゃ、おっし、乗ったぞ、おっしゃ、絶対バラさねえかんな。来い、頼んますで、頼んますよ、頼んますよ。頼んますぜ。やべやべ、頼んますよ。いけるか。おっしゃー、ふぅー、ふぅー、やったぜ、来たぜ。いやー、来た来た来た。今度は完全口にかかってる。うわー、やっと来ましたよ。おっしゃー、やっと出会えたぜこいつに。俺はさ、こいつを釣りに日本から10時間もかけてやってきたわけですよ。狙った獲物は絶対逃さない、それが俺のスタイルだ。いかつい面構え、サイズ、体高、魚体のコンディション、
全てにおいてパーフェクトなサラトガ。日本から遠く離れた太平洋の彼方、パラオ共和国。色鮮やかな熱帯魚が群れ泳ぐ生き物の楽園。南国の日差しを受けて青く輝く海は類いまれなる豊かな生態系を誇る。豊穣の海パラオへやってきたのは浅川和治さん。淡水もソルトもこなすルアーマンだ。得意とする緻密な計算に基づく釣りで沖釣り初日にグッドサイズ、大きなグルーパーを釣り上げた。しかしこの海にはもっとすごい大物が潜んでいるはず。大きな夢が泳いでいる。前日グルーパーをかけたジグとフックを再びチョイス。万全のタックルで挑む。フィッシュ、乗った。よし、強烈な引き込み、大物を予感させる。決める。はい、マグロ。いや、獲物は磯マグロ。いいサイズだ。I got it. Yes. ちょうどギリギリとかかったね。これ以上中かかったら金具から触れちゃうんで、途中でヘッドシェイクしてる時にどこにかかってるかなと思ったんだけど、これです。アンガールのビースト、磯マグロドッグトゥースツナーですね。怖い顔してますけどグッドファイターです。澄んだ空気に満ちた晩秋のニュージーランド。そよぐ風が冬の到来を予感させる。紅葉が拝めるのもあとわずか。成熟した大人のマスに出会うため海を渡ったのは斉藤学さん。トラウトフィッシングに魅せられ世界中のフィールドを巡る京都府在住のアングラーだ。いいサイズ。調校初日、川は噂通りのポテンシャルを見せてくれた。これはいいサイズですね。鮮やかな婚姻色をまとったレインボーのパワフルなファイトを存分に堪能する。まさにトラウトの楽園。7センチのミノーで食わせた。狙いはズバリ的中。いいですね、ジャンプがね。ブラウン、ブラウン、ブラウン。してやったり。肉厚なパーフェクトボディのブラウニー。かなり抵抗したが、フックがしっかりとホールドしてくれた。傷一つない美しい魚だ。レインボーぐらいのジャンプをブラウンの割にしてくれてグッドファイトでしたね。やっぱりちょっと大きめのミノーで、ミノーが大きくなるとこういう食性の強い方が反応良かったりするんですかね。おお、行きましたね。元気です。そして中国大陸を流れる悠久の大河へ。長江の河口、チョンミン島にある民通湖が舞台だ。大都市上海の近くにあって、緑豊かな湿地帯が多く残った野趣あふれる水辺。
ターゲットはこの湖の主ランゲイ。魚食性が強い獰猛なコイ科の魚で、最大2メートルにも達するビッグフィッシュ。エラブタに鮮やかな黄色が乗ることからイエローチークとも呼ばれている。この魚を求めて海を渡ったのは沖山麻俊さん。これまでの海外長航実に40回、世界を旅する海魚ハンターだ。長航の前半戦、両系の岩唯がヒットする。ナイスサイズ、ナイスサイズ、朝一来たー、やり。水しぶきを上げてベイトに襲いかかる岩唯。活性は高い。おっしゃ、来た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 、よっしゃ、よしよっしゃ、食った。ビッグファイトがスタート。 Release your jack. OK. Don't too heavy. Go. OK. Go, go, go. Short bite. きた。 Yes.おー、来たやったぜ。フックが岩唯のイエローチークを貫いた。サイズアップ達成。狙い定めて取った嬉しい一本。やったやりやった。お、海外長航の記憶に忘れぬ一コマが刻まれた。やった。カナダ、ブリティッシュコロンビア州キティマットの広大な大地、霊涼なる自然の王国は実りの季節を迎えた。この時期、水辺は遡上魚でにぎわう。海で大きく成長し、ふるさとの川を目指すサケたちだ。サーモンパラダイスと呼ばれるカナダのフィールド、とりわけ人気の高いターゲット、シルバーサーモンに魅せられたのは群馬県高崎市の井上聡さん。リールを使わない本流延べ竿長法の名手として日本各地の川を渡り歩いてきた。なんとも言えないこの山のね、グリーンと虹と下にあの雲がかかってる、そんなイメージ最高ですね。自然に見とれるのも一つ。降り出した雨の勢いは増すばかり。空が厚い雲に閉ざされてしまった。このままタイムアップを迎えてしまうのか。残り時間が雨に溶けていく。心を鼓舞しながら竿を振り続けた。そして張り詰める糸の先にあるのは魚の躍動。ついに捉えた。いい体してる。いやー、いい体してるね。いいサイズだね。グッサイズ、いいサイズ。ギュー、サイズ、サイズ、おー、いいサイズ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。このね、美しいシルバーのこれ、ずっしりしたいい魚ですね。このハイトもね、すごくいい。ほら、これですよ。
ねえ。再び南半球ニュージーランドに戻ろう。この頃北島オークランドの海は春の陽気に包まれていた。生き物に優しい季節の到来。海水温が上がり始めるこの時期はアオリイカのシーズンとなれば、レギングが楽しめるのは日本と同じ。遠い異国の大地に特別な思いを抱き、この海に生息するアオリイカに会いに来たのは大阪市在住のアングラー岡孝幸さん。自らをシャクリストと称し、セオリーにとらわれない釣りが信条。和歌山の海を舞台に活躍するエギング界のホープだ。北島のリゾートアイランドとして知られるワイヘキ島、岡さんのエギングゲームが始まった。まあ、この足元付近に結構ウニ戸が要素あるんで、そこについてるやつやったらもうパッパッとしゃぐってきたらついてくるかなという雰囲気で。足元でエギを抱いたイカ、日本のアオリイカとは違うように見える。これアオリ？これアオリっすか？めっちゃ赤い。そう、こっちの赤いんですよ。しかもなんかツツイカみたいにね。そう、めっちゃスキニーやし。そうそう、細いんですよね。ほんであんまり模様ないんすね。あんまり模様出ないですね。ねえ、オスとかメスとかあんま分からへんの。いやけどね、もうちょっとね、多分オスはドットマークがもうちょっと出ますね。もうちょっと出ると思います。へー、やっぱ全然ちゃうっすわ。同じアオリやのにほんまに分からんかったっすからね、アオリなんかどうか。見慣れてるやつと全然ちゃう。いやでも嬉しい、嬉しいわ、ゲンさん。やりましたね。嬉しい。2015年、海外最後のフィールドは南米フレンチギアナ。大地の9割がジャングルに覆われた野生が香る生き物の楽園だ。密林を潤す水辺には多種多様な魚が生息する。その生態系の頂点に君臨するのが獰猛な肉食魚タライロン。その姿形はまさに古代魚。現地でアイマラと呼ばれているゲームフィッシュだ。水辺の主との出会いを求めてこの地へやってきたのは、秘境長江のスペシャリスト宇山和弘さん。タライロンを追ってフレンチギアナを訪れたのは4回目。これまでのベストサイズは8キロだ。釣り2日目、トロフィーサイズを目指してルアーをキャスト。気配は濃い。よし、うおー、でかい。うわー、やばい、化け物だ。やばい、すごい強いですね。フランスは？スロー、もう少し弱らせるわ。イエス、イエス、やっちゃいました。イエー、12キロオーバー、自己記録を大幅に更新した。ワオ、アシストバッチリだよ。嬉しいね、これがあるからやっぱやめられないですね。スピナーベイト、やっぱね、ホール巻きじゃなくてホールで投げて一発ふーって落として、で木をやっぱりこう
越えてまたホールした時にドンって持ってきますね。もうね、食った瞬間からもう重さが違う。やったね。最後のツッコミがすごかったね。今年もアングラーたちは秘境を目指す。これはすごい景色だな。追い求める魚は様々、釣りの数だけ夢がある。